やべえかもな。ああ、かもね。やばいって何がですも？石膏の痕跡だ。コロニー4か。コロニー 4？ 凄腕の軍務長率いる精鋭揃いのコロニーも、ケベスじゃみんな一目置いているもん。間違いないのか？ここニールの谷だろ。ああ、間違いねえ。なんてことだ。こんなところまで支配域にしているなんて。あ？揺れてる？あ、地震？いや、違う。あそこだ！見つけたぞ、化け物ども。化け物だって。ノア、あれ。あれは。エセル？エセルってあの白金のエセル？知ってたのか？アグヌスでもその名を知らない者は少ないわ。白金のエセル、並ぶ者が絶無と言われる戦人、わずか100人の兵で同時に3つのコロニーを陥落させた話は有名よ。でもさ、エセルだったら。エセルだったらなんだ？エセルは昔私らを助けてくれたんだ。とても強くて優しかった、あのエセルなら。ノア。無駄かもしれないけど。ノア。大丈夫。エセル、俺だ。コロニー9のノアだ。以前コロニー14であんたに助けられた。いい剣だって覚えているだろう。コロニー14で助けただと？そうだ。そうか。化け物を助けた覚えなどない。大丈夫じゃないじゃないか。無茶よ。もうごめん、もしかしてと思ったんだけど甘くはなかったな。隠れたか。だが いい子ね、エセル。ほんと忠実で好きよ。さあ、敵は目の前。死の果てまでも追いかけなさい。決して逃がしちゃダメよ。次から次へとキリがねえな。避けて。危ないもん。おまけに上からは正確な砲撃。向こうからは見えないはずなのに。なんでマナナたちのいる場所がわかるですもん。
トミカ。あの赤い瞳の力だ。それが僕たちの居所を知らせてるんだ。マジかよ。ランチ、後ろ。くそ。また。兵士が。もろともかよ、ひでえ真似しやがる。みんな洞窟まで引くぞ。洞窟って？ここにじゃあ野ざらしだ。あそこなら上からの攻撃は防げる。引いた後はどうする？引いてから考える。らしくないな。余裕ないんだよ。どこへ逃げても無駄よ。ちゃんと見えてるんだから。黒い霧。あら、ヤンザン、こんな時に霧。この程度ならどうってことはないでしょう。十分終えるもの。おい、タヨ、どこか撃たれたか。いや。じゃあなんだ。敵の様子がさっきと違う。少し変だ。変って？戦闘が始まっても他の兵士たちはフォローに入らない。かっこバラバラに行動している感じだ。気のせいじゃね。最初は僕もそう思ったが。おい、ノア。ああ、俺もなんとなく。確かに動きが緩慢になっている。まさか。左手から逃げられそうだ。うまく追っ手を巻くことができれば。あっ、残念だったな。く、読まれていたのか。エセル、本当に俺たちのことがわからないのか。気持ちの悪い。そのようなおぞましい姿で人語を話すとは、身の毛がよだつと言っている。くそ、やっぱりダメか。おいおい、一体どんな姿に見えてんだよ俺たち。本人に直接聞いてみたら。答えてくれりゃな。強すぎるぜ。さすがに白金を冠しただけのことはあるね。このままじゃまずいですもん。ミオちゃん、分かってるねえ。ダメだ。ダメって？あれは強力すぎる。エセルを殺してしまうかもしれない。でも、どうしたんだ？動きが止まった。私は何と戦っている？もしかしてエセル、俺だ、ノアだ。ノアだと。エ
せる。仕方ないわね。姿勢感。もうだから霧って嫌いなのよね。せっかくいいところだったのに。姿勢感。私はこれは一体。うるさい、この役立たず。まあこっちの方が楽しいかね。そうでしょ。そう思ってよね。